大丈夫ですか。うん、よし行きましょう。はい、まあでももうある程度攻略方法は、そうだね、とりあえず容器を拾ってガソリンをここに持ってくるんだな。ここまで持ってくる、うん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 、違う、感じり、あ、拾うで、拾うで、え、でもここを戻るってなるとまたあの、あ、でもリボルバーの銃を持ったやつは多分ずっとあそこにいるんでしょう。だから進める、走ると危ない。ここら辺どうしようか。大丈夫か、行こう、ガツガツ行く。ほら、あいつもう温まっちゃってるもん。あ、べべべべ、気づかれた温まっちゃってると思ったら気づかれちゃった危ない危ない、さすがにドタバタしすぎましたね。うん、しすぎたね。ライト、ライト消していく。あ、こいつここで電話してる、テレホンカードに気づいちゃってるとここにいるんだよね。ってことは危ないどいつだ、これか、あ、違うな、こいつじゃない、ん、左にいるの、え混乱してますね。大丈夫、車は確かこっちにあったからライトをつけ、え、なんかいる、誰か、あ、いや、おばあちゃんおばあちゃんよく会いますね。おばあちゃんはぐるっと回ってやり過ごす、ぐるっと回る、パターン化してますね、これは。パターン化してるね、これぐーっと回って回れば大丈夫。さあガソリンを取ろう、ガソリンを缶に移す、来た。さあ、ここからOK ですね。ジェリカンにガソリンを抜いた、 OK。 結構重いんじゃねえか歩く速度変わんないですけどね。変わんないよね、武闘派だね、さすが宮田さん、武闘派だからね。さすがっす、この辺は、うん、こうぐるっと回って、痛いこのドンってなるタイミングで襲われちゃうんだね、やっぱね。ああ、そうっすね。そう考えるとやっぱ大変だね。こっち、ライト消して、あ、違う、あれは俺が燃やしたやつだ。大丈夫、ここ走って抜ける。抜ける、おっしゃ。ちょ、小刻みに動いてね。小刻みに動けばダメージは減る。でこっち行く。うんうん、明かりを灯すんだから発電機なんだけど、はい、ガソリンがあれば動かすことができる。ガソリンを入れる、はい、動く、明かりを灯す、明かりを灯します、はい、灯るかな、ガソリンを入れた、うん、エンジンをかける、え、エンジンかけたら、え、お、やばいんじゃないの、あ、またやらかした俺。さあ、明かりがついた。エンジンうるさいっすね。アラト方面脱出する、アラト方面、ちょっともう一回確認しよう、はい、アラト方面ここだね、はい、休憩所ふーって抜ければいけるけど、スナイパーが狙ってるんだよね、うんうん、でも明かりを灯したことによってなんか違うの、あ、明かりがついた、うん、なんか気づかれた俺、気づかれましたね。足音じゃないですかね。行く、ぐいぐい行く、ぐいぐい行く、あ、嘘、おい、あ、発電機で明かりをつけると寄せるんだ、寄ってくるんだな。ってことは寄ってる間にピャピャンと行く感じ。え、どっから、どっからですかね、どっからだ、あ、ここから、オッケーオッケーオッケー、で寄ってくるんだ、ここに、ここに寄ってくるから、ここで待機して見てよ、あいつの位置が変わる、ほら来た、え、どこ行った、え今モロバレでしたね、モロバレてましたね今。どっから来てんだ、こっちから来てんのか、下にじゃあ行くんだ、下に行かなきゃいけないんだ、こっちに歩いてくるのか、
そっか、こっちから来るんだね、だからこっちに行くんだ。で、ちっちゃくしよう。どこのやつだ？お？あ、これだ。こいつ。あ、発電機の方に来た。発電機の方に引き寄せる。明かりの方に来る。その間に俺は行く。こっちこっちこっち。お、詰まってる。こっちこっち。汗汗。どっち？汗汗。え、どっち？あ、あ、こっち。ここ。うえーい、やっと。これはもう拍手っすね。あべ。いやー。よし、これ終わったらちょっとムービーかなこれ。じゃあムービーを見てみましょう。ムービー、そうっすね。入りますかね。はい、行きましょう。入んなかったっすね。あ、入んなかった、はい、あ、じゃあこれイエスでムービーになる感じかな。イエスでセーブした後にムービーっすね多分。そうだね、はい、じゃあイエスでちょっとセーブしてムービーを流そう。はい、これかな。はい、まあ、それがセーブしたからムービーは別に次の回でもいいんじゃないですか。いや、ここで流すよ。いきますよ。はい、お、新しい女の子来た。オンダリサ。ああ、そうです。うーん、オンダって珍しいね。なんだろう、何か見たような、すごく。なんでこんな家、さっきまで誰かいないかな。いないよね、真っ暗だし。誰かいますか？あ、これで終了ですかね。ハイヤから、ハイヤ、ハイヤ、違うな、あ、ハイオク。そうですね。ハイヤじゃねえ。ハイオクだね。はい、はい、じゃあハイオクからの脱出は次回で。はい、はい、第7弾かな。第7弾をお楽しみにしてください。お楽しみに。はい、めっちゃ疲れきてますね。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。